とべ動物園には牛の仲間が12種類もいます。こう見るとカバやキリンもそうなんですね。この中から今年注目の動物をご紹介します。まずは牛の仲間についてちょっとだけ勉強しましょう。牛の仲間の分類に関してはいろんな研究が進んで、大雑把に言って昔から言われているグーテー類って言って2本ないし4本のひづめを持った動物が、牛の仲間なんだけど、ここにはキリンさんでシロリックスでエランドのその3頭を飼育管理しています。見た目や大きさは違っていても足のひづめに注目すると2つか4つの偶数に分かれています。ちなみに偶定目に対して奇定目もいて、シマウマやサイなどのひづめは1つか3つの奇数なんです。けどひづめの数がこう分かれた理由とか何かあるんですか？はい、それはおそらくですね、どちらかというと襲われる側の動物なので早く逃げなくてはいけないということで、早く走れるための進化としてひづめが2つないし4つになっていったので、ひづめで走れるようになったということが考えられるかなと思います。中でも今年一押しの動物が、去年ですね仲間入りしたシロリックスの、セツナというオスとリリーというメスで、もう一つはエランドの今のビッツという子がいるんですけど、あの子に今年は注目してほしいですよね。白い体と大きな三日月型の角が特徴のシロオリックス。小柄なセツナと角がちょっと曲がったリリーは去年岩手からやってきました。あそこの隅の方で固まってますけど、新しい子たちはまだ1歳1歳なんでね、まだまだこれから成長が続いていくと思います。のんびり屋さんのリリーはオスのトランクスと相性も良さそう。2021年最初のカップル誕生が期待されています。また大きくねじれた角を持ったエランドのビッツも去年福島からやってきた新入りくんです。さっき見てたらこうエランド同士で角合わせですかね、ちょっとなんか闘牛のような感じもしたんですけど、あれは一種のコミュニケーションみたいな感じかなという感じで見ています。エランドのビッツ君はもう群れに非常に馴染んでまして、こう威張った感じの行動もねちょっと見られるようになり、ビッツもまだ1歳ということで、これから体ももっと大きくなりますよ。そしてこの動物も牛の仲間なんです。イノシシも牛の仲間なんですか？牛と同じでひづめ爪ですね、爪が偶数4つあるのが、牛と同じポイントなのかなと。大きいのが2つと、あと後ろにちっちゃいのが2つあるので。イノシシと聞けば猪突猛進のイメージがありますが、とべ動物園の赤川イノシシはとっても人懐っこいんだとか。そうですね、担当になってからイノシシ大好きになりましたですね、僕がいつも可愛いなと思うのが、こう顔を上げた時にですねニコってした顔をしてくれる時があるので、そこを見てもらえたらいいなと思います。そんなニコッと微笑んだような表情するんですか？そんな仏様のような微笑みを見せてくれる時があります確かに目を細めた甘い表情をしていますね。人懐っこい牛の仲間はこちらにも。おいでさっきからずっともう吉武さんのそばを離れませんもんねなんとヤギや羊も牛の仲間なんです。中でも注目はミミナガヤギとヤクシマヤギ。その名の通り耳が長いミミナガヤギはオスは角が長く、メスはくるんと丸まった角をしています。去年の秋ぐらいに繁殖を試みたので、今年の春にもしかしたら赤ちゃんが見られるかもしれないです。ヤクシマヤギのヤギヤキはお客さんから見えにくい奥まったところにいるので、存在をアピールするためにこんな行動を。
の奥の丸太のところの上によく乗ってることがあるので、そしたらちょっと見えやすいかなって思います。主役の動物がたくさんのとべ動物園ととべとべズーを今年もどうぞよろしく申し上げます。